というわけで、突然実験機器が暴走し、同僚の研究者が巨人化してしまったのです。そしてエリア内は大量のワイヤーズに占拠されてしまった。なるほど。国はスキャンダルを恐れて対策を取れない。そこで私たちに処理を頼もうと。ちょっと待って。巨人が何だって？地球が盗まれた？どういうこと？地球の危機ですね。いいでしょう。この世は不思議で満ちています。あえて私たちは深く追求はしません。依頼が何であろうとしっかりこなします。巨人を処刑して地球を取り戻すのだ。まあいいわ。国からたんまりとお金をふんだくってやりましょう。ビビアン、ちょっと。エリア151は国家機密の研究が行われている場所よ。宇宙人を捕らえているとも言われているわ。相手が巨人でも宇宙人でも仕事を遂行するのみですよ。巨人でも宇宙人でもかかってこいや。とはいうものの、巨人が見えないわね。あの大きさなら壁の向こうに見えるはずなんだけど。我々に恐れをなして逃げたのだ。これ巨人のいびき。緊急事態です。敷地内のどこかに寝転んでるんでしょう。どうしてもあの巨体で姿が見えないのは不思議ですね。涼しい地下で寝てるみたい。寝首をかくしかないわね。そうですね。寝起きが悪いのだけはやめてほしいですが。ミカ、いつも通りに。ラッチャまるで怪獣映画ね。イタリア製の B 級怪獣映画なら楽だったんですが。これは悪趣味ですね。どうやらそこではワイヤーズを大量に培養していたみたいね。これで我々に依頼が来た本当の意味が分かったわ。それと巨人の姿はまだ見えない。レーダーによると多分、僕の見間違いでなければ目の前に。
どうやら疲れて寝ているようですね。まるで子供ね。何か情報は？弱点は目よ。目を狙って。ラジャ、就業のサイレンよ。まったくこんな時に巨人が起きてしまうわ。所長、これは残業手当ですよ。依頼はキラーイズ。しもうと思っただけです。
私を探してたんでしょ。あなたが来ることは分かっていたわ。これはおまけよ。またいらっしゃい。待っているわよ。巨人になった研究者はクローンの研究をしていたそうよ。クローンは国際的に製造が禁止されたはずです。国がこの事件を表沙汰にできないわけです。ますます国からお金を踏んだくれそうだわ。絞り取れるだけ取りましょう。珍しいじゃない。倫理規定に違反するものは徹底的に切るのが僕の主義です。ねえ、このゲームは倫理的に大丈夫かしら？知りません。私は命じられた仕事を遂行するのみです。さすがね。ところで左腕の調子はどう？調子？特に問題はありません。そう、気をつけてね。